今日のテラリウムはこちら。活着くんとウエレルくんを使って浮島を作って、流木の上に乗せた幻想風景です。そこの光が当たらない部分には単調にならないようにブルーレースアゲートなどのパワーストーンを入れました。伸びすぎていた山苔は差し戻しなしでトリミングだけしています。シダ類は問題なく育っているのですが、2箇所に植えた雪の下の一つは苔にうずもれていたためか姿を消してしまいました。それでは詳細データと合わせて動画をご覧ください。使用した構造物です。使用した植物たちをご紹介します。おそば、沖縄苔です。大白髪苔です。ヒゲ苔の仲間の枝うろこ苔もどきです。屋久島産の姫雪の下です。その他何種類かの苔も少しずつですが使っています。6ヶ月経ってだいぶ鬱蒼とした感じになってきました。テラリウム専門チャンネルゴーゴーアールでは、作成したての作品や時間の経過した作品の動画を定期的に配信しています。この動画が苔テラリウムを愛する皆様にとって少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければフォローと高評価よろしくお願いいたします。